ベルナール・テブネ、ベルナール・テブネは、フランス総ヌイコール・エイコール・ロワール県のサンジュリアンド、シブリ出身の元自転車競技選手。1975年、1977年のツールド・フランス総合優勝者である。もみ上げが長い風貌が特徴の選手でもあった。1968年、ルート・ド・フランス、フランス国内ジュニア選手権優勝。1970年に、 プロに転校し、プジョーのメンバーとなる。その年、後に2回の総合優勝を果たすことになるツールド。フランスにも出場し、区間1勝を挙げる。1972年、ツールド・ロマンディ優勝。しかしその年のツールで、落ち者した際、打ちどころが悪く一時的に健忘症の状態に、陥る。チームとしては、手船にリタイアを進めたが断固拒否。それどころか、後に行われた。 過酷なコースとして、名高いモンバントの区間を見事優勝する。1973年のツールでは、ルイス・オカーニャに15分以上の差こそつけられたものの、総合2位。しかし1974年のツールは病気のため、出場できなかった。1975年は、ドーフィネ・リベレを優勝したが、なんといっても、最大のハイライトはこの年のツールだった。 史上最多の6度目の総合優勝を狙うウェディメルクスが第15ステージのイゾアール峠付近で慢性支配痛と観客からパンチを浴びせられたことに禁する体調面の不良がもとで何度かアタックをかけるも徐々に失速一方このステージを制した手船がメルクスから前を上流奪い取った手船は続く第16ステージでもメルクスに3分近い差をつけて 連続区間優勝を果たし、その後もメルクスの追撃を許さず、悲願のツールドフランス総合優勝を果たした。そしてこの大会はまた、メルクスの黄金時代に事実上終止符が打たれた大会ともなった。1976年は、同日にリベレ連覇を果たすもツールは途中棄権。しかし剣道従来を期した1977年のツールでは、ハニークイパー、 ルシアンバニン,ンプラと激しく競り合い、最後はクイパートの一騎打ちとなったが48秒差という僅差ながらも最終ステージ前半の個人タイムトライアルでクイパートの決着をつけ2度目のツール総合優勝を果たした。一方、77年のパリニースにおいてドーピングの陽性反応が出た。また、この年の冬に手船は入院を余儀なくされたが長期間にわたって ステロイド剤を服用していたと見られる症状が確認された。その後の手船の成績は今一つ。1980年に移籍したテカ時代にグルノーブル6日間レースでダニー・クラークと組んで優勝した程度、ロードレースでは差したる結果を残すことはできず、1981年に引退した。その後はモチームの監督も歴任したが、現在はテレビ、 雑誌等の評論活動を中心に、グルノーブル6日間レイスの運営委員も務めている。ありがとうございます。